こんにちは。ピラティススタジオイークオリティインストラクターのみゆきです。今回は綺麗なウエストのくびれを作るエクササイズを2つ紹介していきます。では早速やってみましょう。あぐら座で座ります。骨盤を垂直にするようにして、そして頭と首をその真上に乗せて背筋をまっすぐにして座っておきます。両手を組み、手のひらを溝落ちの方に向けて大きなボールを抱えるようにしておいてください。では息を吸って準備します。吐き出しながらおへそから向きを変え、背骨を片側の方へとねじっていきます。吸いながらゆっくりセンターへと戻していきましょう。吐いて下から順番にネジを巻いて、上に上にと伸びるようにして背骨をねじります。吸いながらセンターへと戻します。この手のひらはずっと溝落ちの前にあることを意識します。吐いて骨盤はそこへ残したまま、自分サイズの筒の中で動いているような意識を持ちます。吸いながらセンターへと戻し、あと1回いきます。吐いてねじる腹筋をしっかりと働かせて、正しいポジションで背骨をねじってください。吸いながらセンター真ん中へと戻していきます。はい、 OK です。では2つ目のエクササイズは、片側の方へ膝を向けて人魚のように座ります。こちらの手を床へ、そして反対側の手を伸ばして、背骨をそちら側ですね、伸ばして指先を目で追うようにしておきましょう。では息を吸って準備します。吐き出しながらおへそから向きを変え、背骨をねじり、上から順番に背骨を丸めながら肘を曲げて空気を抱え込むようにして、反対側の後ろの空間を見つめておきます。吸いながらそのねじりをほどいて、背骨を縦に伸ばすようにしながら、ゆっくりと胸を天井の方に少し向けるようにしていきます。吐き出しながらもう一度下から順番に背骨をねじり、そして上から順番に丸めていきましょう。下の方の手でぐっと床を押しておくことで、背骨のねじりを深めることができます。吸いながらゆっくりと戻して、指先を目で追うように伸ばしていきます。はい、 OK です。ゆっくりと下ろしましょう。これと同様に反対側も同じ回数エクササイズを行っておいてください。指先までしっかりと伸ばしていきます。気持ちよくエクササイズはできましたか？ピラティスで楽しく美しく健康にお過ごしください。